します。サッシです。まあ、実測ですが、今日の動画の内容の方、先日アップしました動画の2020年新モデルの MacBook Air 13インチ。こちらの周辺機器、ガジェット、ケースなどのご紹介をしたいと思います。それではまずはガンボールの開封。こちらはパソコンですね。Mac の高さを出す薄型エアスペースですね。これは、ケーブルですね。ブルーレイ、CD、DVD の外部の、ドライブですね。これは、MacBook 入れるケースですね。ですね、ハブです。それではですね、手元の方でご紹介していきたいと思います。じゃあまずはこのハブからですね、行ってみましょうかね。はい。MacBook Air はですね、USB が Type C なんですね。Type C のものを選びました。お、かっこいい。こんな感じですかね。見えるかな。近っ、よいしょ。ここにね、二つ、刺さるとこ。これが、タイプ C の差し込みになってますね。こちらに、HDMI の、差す端子ですね。で、この一番端、タイプ C の、PD ですね。で、隣が、データなどを送れる、タイプ C ですね。で、これが SD カードとマイクロですね。SD カードですね。で、こちらが 3.0 の USB が刺さる端子となっております。これ言ってみますかね。ですね。ノート型なので、私も熱持っちゃうと、まあいろいろちょっとネットで見たので、まあそれもあったので、ちょっとこのスペーサーですかね。ちょっと買ってみました。高さが出ることで、Mac がこう、斜めになるので、まあタイピングもしやすいというふうになかなかいいかなと思って購入してみました。おお、なるほど、なるほど。こういう商品ですね。後ろのここのところが粘着性のあるテープではなくて、何度もこう、貼り付けできるタイプのものだそうです。あ、こういうことですね。なるほど。じゃあこれいってみますかね、今度はね。Mac は、ドライブがついてないということだったので、DVD と、まあ、CD だけあれば、まあいいのかなとも思ったんですけど、まあどうせだったら、ブルーレイも見れる方がいいかなと思って、今買ってみました。これを差し込んで、Mac の方には、こっち USB じゃ刺さらないので、まあ、この Type C の変換がついてるので、これをまあ刺して使う。もしくは、ハブに直接こうつけて使うって形ですかね。ちょっとね、色も今回は、スペースグレーとか、まあ、濃いめのちょっと、シルバーでちょっと揃えてみましたね。で、じゃあ次は、これいきますか。ですね。HDMI の、ケーブルなんですけど、まあ、ケーブル家にもあったんですけど、まあ、単純に MacBook スペースグレー、ハブも一応スペースグレー、このドライブも、グレーということで、まあ、どうせだったらケーブルも、まあ、グレー系が欲しいなと思って、まあ、この色をちょっと買ってみたって感じですかね。まあ、そんなに大きな意味はないんですけど、性能云々よりもちょっと見た目で選んだって感じですかね。で、今回の最後の、MacBook のケースですね。グレーで揃えてみました。まあ、ちょっとなんでこれを気に入ったかと申しますと、2箇所にね、こうね、チャックがついてるんですけど、後ろ側のね、チャックを開けて、ここに Mac が入ると。MacBook が入ると。で、
中がですね、見えるかな、こうちょっと柔らかい素材で Mac のボディを、まあ、傷つけずに守ってくれると。この端っこもですね、結構しっかりできてるなと。これ意外としっかりしてそうだったんで、ちょっとこれを選んでみましたね。こちらのチャック、こちらのチャックはと申しますと、はい、まあいろいろな周辺機器、ガジェット等がまあ入る、結構入るなと。まあ例えば、よかったハブとかですね、まあじゃあ例えばケーブルとか、まあこれは普通の充電ケーブルですかね、であったり、こういうモバイルバッテリーですね、モバイルバッテリーであったり、イヤホンね、でイヤホンであったり、小物がまあ入るなと。まあペン刺したりノートに入れたり、あとノートかな、ペン刺したりノート入れたり、まあできるなと思って、ちょっとこれを貼ってみましたね。後ろにこういうね、持ち手もあってですね、落ちにくいと、まあ、そういうようなことでちょっとこれを選んで買ってみました、まあ今回ちょっと MacBook も含め、周辺機器も含め、まあ自分の中ではそこそこな買い物をしたなぁと思っております。まあ今回ちょっと動画を撮って、動画も編集してみたいな、ちょっと YouTube って興味あるなぁなんて思って、あとまあちょっといろんなことにチャレンジして毎日楽しく過ごしたいなぁなんていろいろ思って、まあちょっと今回奮発して、ちょっといろいろ買い揃えてみました。また使用感の方は後ほどご紹介したいと思います。